皆様はじめまして、こんにちは、こんばんは。 MM チャンネルのみーです。みーです。マクです。マクです。本日もよろしくお願いします。はい、ということでですね、前回はついに森の妖怪を制覇することができました。わーいわーいはーい、結構大変でしためちゃくちゃ死にまくって、でもなんとかクリアすることができて嬉しいです。ありがとうございます。はい、ということでですね、今日はまた全然別のことをしたいと思いまして、本日私こんなところに来ております。さて、ここはどこでしょう。じゃん、あ、失敗。じゃん、じゃじゃーん。ということでですね、ここはこんな感じで掘ってあるんですけれども、どこかと言いますと、ここを上に上がれます。上がるとじゃじゃーん、家の中別にどこって感じじゃないんですけれども、ちょっと本日はここに細工をしたいと思います。よいしょ、戻ります。もこし、さっきいたとこ写してください。あの、はじめにいたところ、そう、これ私があの妖怪に出かけている間にもこしが一生懸命作っていた、それ何ですか。釣り場そこから釣りするんですよね。へえ、いいですね。で、ちゃんと寝れるようになってる素晴らしい、素晴らしいですね。いいな、かっこいい。なんか建築技術がだいぶ上がりましたねかっこいい。はい、ということで本日は何をするかというと、じゃーん、これです。音符ブロック、音符ブロックって言った音ブロックですね。これを使ってさっきのこの上なんですけれども、ここちょうど扉のところなんですよ。で、踏んだら音が鳴るようにしたいっていうのを前々から考えておりまして、やっと着手します。はい、ということでこれだけちょっと広い空間を作ってみたので、ここに早速配置していきたいと思います。もうね、やりたい曲を決めてあるので、作業開始、作業開始しまーす激しいカメラワークのせいですね。よし、石と土だと同じ音なんですかね、ちょっとわかんないな。置いてみよう。これもし石と土で違う音だったら、あのこの石を全部土にしないといけない置いて、そう、これ音ブロックなんですけど、この音ブロックが置かれてるこの下のブロックによって音が変わるんですね。で、土だと確か、うん、音めっちゃちっちゃいかもしれないね皆さんに聞こえたかな、これ今ピアノの音です。はい、こんな感じでいっぱい音が鳴るんですけど、ここは鳴るかな。あ、石の上だと鳴らないかも鳴らない、あ、鳴らない、ガーン、やらなきゃ。これあれだとどうだろう、丸石だったら一緒ですかね。試しに、さっき普通の石やったから、ならなーい悲しい。そうか、ならないのか、石の上ではならないのね。あなたどうやってやるんだったかな。これ繋がってない。よし試運転めっちゃ短い試運転です。よしこれだけじゃあの正解のピンポーンっていう音にしか聞こえない。
足りない私の作ったこの小部屋では短かったです。もっと長い回路になってしまう。掘らねば。嘘だ。わあ、嘘。この子こんなん出てくるんだ。とととととととおの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 。ひょ。え？え？普通のとこでも出てくるんですね。今のシルバーフィッシュでしたっけ？要塞とかで。あ、私です出てくるやつだと思ってたけど、え、要塞がですか？まさか。そんな大当たりあり。え、また来た。あ、また出てきた。嘘。かがんでも見えなかった。はい、ということでですね、なんとか音の部分は完成しました。なんかこんな感じです。一応音符ブロックはちゃんと並べて、でこのレッドストーンリピーターで遅延をかけて、リズムを作るみたいな感じですね。大丈夫かなあとはこれを上につなげるだけ。こうしてここにも置く。そしてここで、ここかな？いや、違うのか、違うのかな。あれ、高さもしかして間違えてる ?1、2、3、4、5 1、2、3。あれ、はあ、あれ、あ、でもここを空白にすればいける？いけない？あ、なんかもしかしたら高さ間違えてるかもなんてこったい。はい、ということでですね、完成しました。わーいわーい。途中で発見したあれですね、あのシュクシュクちゃんは何でもなかったですね。あの山岳バイオームと、あとあれに現れる、要塞に現れるらしいので、とっても残念です。はい、では、しかもですね、さ、途中ここの回路がやっぱりちょっと自分がもともと考えてたやつと、まあ、うまくいかなくてですね、ちょっと回路を変更しました。こんな、なんかめちゃくちゃ単純な回路でできました。で、ここが上につながってます。よし、マコシちょっと映してください。はい、こんな感じに私があそこにいますね。で、こんな感じになってます。で、ここを踏むと鳴るっていう感じですね。では早速、マコシ、お願いします。せーの。もういい感じですね。わかりましたか、皆さん。これはですね、私たちがBGM で使っている楽曲ですね。皆さん聞こえがあると思います。この BGM の楽曲を作りました。マコシ、もう一回踏んでもらっていいですか？はい、こんな感じでですね、ちょっと遠くになると音がちょっと遅くなっちゃったりとかしてるんですけれども、こんな感じで作ることができました。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また見てね。バイバーイ。